山の上これ、横がこれ、下がこれ。やばい、今広角で撮ってるから映ってるけど。そう、やばい、もう壁やん。壁に寄り添ってる感じ。だからね、この駐車面ぐらいのところは結構滑ったんですけど、あのとんでもないコースがあって、あれ最大斜度が46度で。46度ということは皆さんおなじみのあの三角定規、うん、あれの45度のとこだから1対1対ルート2ルート2かのところ、あのルート2のとこ滑ります。ルート2より1度多い。覚えてたらみんなもう一生捕まってる。まあ中学生以下の方はちょっと分かんないと思うんですけど、まああのいや分かるかもしれない。分かるよ、ほんまに三角定規だとすごく使う。この時でなかったよ。いやー、あれはルートはね、確かに。いやまあ、まあまあまあ、うん、まあね、うん、まあ知らんけど、まあ、あのとりあえずあのルートにあのね名前変えるな。何だっけ、パイオニアコース。パイオニアコース、ね、あの行ってみたいなと思います。なんて書いてんの。救命ボート怪我したらスキー場の中なんだけど有料なんだ。やば、金かかるらしい。リフト系の形状。満潮コースは難しく危険なコースです。勝者の救命救助マジかよ。救助にはお金がかかります。やばいな。とりあえず1万円かけて登ってみる。まあ、あそこ書いてあるから。まあええよ、救助費用。これこんなにさめっちゃ書いてある。やばいな。これやばいな。これはやばいな。どんだけ危険なコースな。これ相当書いてるな。はい、今パイオニアコースの近くの、リフトを乗ったんですけど、ね、このやばいね、このリフトの角度がまずおかしい。まあ、このちょっとねカメラをこうやって上向けてるんで、まあ見てる方から撮ったらそんなシャドウないんじゃねって思うと思うんですけど、実際こうなんでもう見えないんですよ、上の方が。でリフトの一番上の方ですね、もう特にシャドウがもうえぐいことになってる。あのさっきのルート2ぐらいな感じになってるんで、もうえぐいっすね、シンプルに。ちょっとね、このねリフトの角度が異常なんですよ。乗ったことない角度で、非常にね、もうなんだろう、はあ、このカメラ出すのが怖い、まず。はい、でこの交渉作業とか僕あの仕事でやってたことあるんですけど、もうその感覚、はい、で高所恐怖症の人はちょっとこのリフト苦手かもわかんないですね。だから滑る以前に何にビビってるかっていうと、完全にこのリフトの角度にビビってます。もう後ろ見たらすごい景色いいんですよ。ただ怖い、マジでマジで急よ。これほんまにルート2やな、これえぐい、マジでうわマジ45度やで、これ。戸隠のあのクソ急斜面に比べてさらにそこから15度ぐらいで急なんで、もうやばいな。早くついてくれ、怖い。はい、今から日本一の急斜面決めたいなと思います。日本一やね。そう、日本一。あ、こっちかも。こっち側やから。危ない危ない危ない。これ無理だわ。あ、ここはいけるね。やばこれはやばいわ。ちょっと待って。あ、これ無理だわ。あ、そこはいけるね。やば。
景色めっちゃいい。やばい、迷う。確かに90度、めっちゃ90度じゃないこれ。90度ちゃうわ、45度か。おお。やばい。これ。急。鬼急斜面。うん。と見やす説だからいいんだけど。ね、うん、そうそうそう。これ水平面に合わせてるんですけど、この合わせると斜面が全く見えない。こうやって体感この40度ぐらいありそうだよね、これ戸隠の。うん、真下の斜面が。そう、あ、そう、さっきあの大回りとかめっちゃしてたあの斜面真っ平らに見えるんで、もうえげつない。山の上これ、横がこれ、下がこれ。やばい、今広角で撮ってるから映ってるけど。そう、やばい、もう壁やん、壁に寄り添ってる感じ。人生一だなこのシャドウ。この映像でシャドウってなかなか伝わらないんだよな。これからさらに落ち込んで何も見えなくなるっていう。ちょっと今強化が滑ってるから。え、分からへんって、何も見えへんもん。いや、もう消えた、知らんもん。なんか出てる、聞いててる。あー、じゃあ、あー、何、あ、なんか拾った。やばいな。マジで、ちょ、消えるんだけど、こう、マジでそんなやばい、マジで。やばい、だってシャドウこれやもん。まああの映像見てください。やべやべやべ、あ、やばい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 、困れねえな。滑落、いけるいける、あ、そこの下土あるから。そこはいけるよ。うん、そこはいける。